何が似合うと思う？また、なんだかんだでスーツが一番似合ってるんじゃないかななんて。リオ、お兄さん何個上なの？10だっけかな。結構離れてるね。なんか仲良さそうだよね。うちも兄弟いるけどいつも喧嘩してるよ。でも昔はあんまり好きじゃなかったんだよね。昔ね、昔。小中学生の頃はあんまり話もしなくてさ、結構家にトラブル持ち込んできた時期もあったんだよね。何なんだあの女は。俺も迷惑してるんだよ。どうせお前が1ヶ月ほどばかりしてるせいだろ。さっきうるさかっただろ。何が？下で俺と父さん。イヤホンで音楽聞いてたから分かんなかった。ならいいけど。そう思うなら喧嘩しなきゃいいじゃん。家を出てからはほとんど顔合わせることもなくなってたんだけど、最近は結構家にも帰ってくるし、共通の話題ができてよく話すようになったんだよね。はい。リオ！え？石川さんのこといろいろ教えてくれ。誕生日は？趣味は？ああ！彼氏はいるのか？なんだよ。いや、必死すぎて。ごめん。そのおかげなのか、雰囲気前よりも良くなったし、今は結構仲いいよ。へえ、いいなぁ、羨ましい。はーい。あ、何？これよかったら、作ったお菓子と一緒に。おぉ、ありがとう。うわぁ、すみません。ありがとうございます。リオ、そんな風に思ってたんだ。あ、これ、いちかさんのな。ん？ああ、はいはい。はいよ、どうぞ。ありがとう。あら？見て、ラテアートだわ。うわ、すごい、かわいい。私猫だわ。私ウサギだ。はい、いちかの分。ありがとう。いちかは何だった？って、もう混ぜちゃったの？あ、ごめんごめん、ついアルマジロだった。